皆さんこんにちは、鉄道東京都学生のヨッシーです。というわけでね、今日は、動画配信者の1日という動画で、お届けしてまいります。この私が普段どのような生活を送っているのかというのを、見せたいなと、昨日勉強時間に思いつきました。というわけでですね、今日もこの動画を見て一日頑張っていきましょう。では本編へレッツゴー。おはよう、おはようございます。今9時50分ですね。YouTube を見ています。勉強が終わりました。次お揚げ行きたいと思います。うん。味が染みててうまい。あ、じゃあ次。はい、ということで、昼飯と、団らんの時間が終わり、昼寝をします。では。起きた時これレッツゴー。カットカット。今昼寝から起きました。16時9分です。とりあえず行こうかなと思ったら、もうすぐ食べました。
ここで皆さんに謝罪がございます。市は、6時30分頃に夕食を食べていたのですが、主が動画を撮り忘れるというバカなことを犯してしまいました。大変申し訳ございませんでした。でも6時半に昼飯、じゃなくて夕食を食ったのは事実です。いい思いつきました。明日学校があるんで、8時2分に、目覚ましをセットして私は寝ます。今日も一日が終わったよ。はい、ということでおやすみなさい。はい、というわけで今日の動画はいかがでしたでしょうか。今日はね、動画配信者の一日というタイトルで、お届け、してまいりました。やっぱね、作成日がね、祝日というね、11月3日火曜日、文化の日ということもあったんで、やっぱ自由な時間っていうのが多かったのかもしれませんね。はい、まあ今日はですね、両親が共働きだったので本当に自分一人でした。やっぱ一人って、なんか意外と寂しいもんですね。はい、カメラの外ではちゃんと勉強もやっておりますのでご安心ください。で、まあ、バカそうに見えますけど、もしこの動画が良ければグッドボタン&チャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。せばねー。